星さんぐらいいろんな人と人脈ある人だったら、結構なんかこう、ちゃんとした人たち同士のですね、出資の話とかにも絡める可能性が高いので、だから普通に投資家とか、あるいはね、あんだけね、なんていうか、レジリエンスというか、メンタルも強いので、そういう意味で言うと、自分がこういうこと関わって始めてみましたみたいな風に言って、PR することによって、自分が出資した会社、のですね、利益をですね、自分の PR によって上げることもできるので、で、これ結構最強で、悪評が立ったりとか、あとは週刊誌に書かれたところで、自分が出資して PR してるんだから、別に自粛とかないんですよ。なんてかってと、タレントがね、お行儀よくしなくちゃいけなかったりとか、週刊誌にビクビクしなくちゃいけない理由ってのは、スポンサーを敵に取られてる。だから、なんか、人質に取られてるからなんですよ。つまり、スポンサーを敵に回しちゃうと、お金がもらえない。それで生活してるから、タレントってのは自由な発言ができなかったりとか、週刊誌の顔を伺ったりとかしなくちゃいけないんですけど、自分で出資してる会社で、ね、自分のことをですね、PR に使ってやってるっていうのは、これ、ね、別にそれ自分の意思決定でですね、出すか出せないか決められるし、なんなら出せなくても会社には影響ないんで、そういう意味で言うとね、おそらく最強のビジネスモデルではあるんですね。